横浜ファニーアップ代表の太田圭介です。僕はラーメンが好きで、車椅子でラーメン屋のバリアフリー状況を調査しています。バリアフリー状況はウェブサイトを使って動画や文章で公開しています。19年度には LOD チャレンジというイベントでアイデア部門優秀賞を取りました。そしてチャレンジオープンガバナンスというイベントでは、準大賞を取りました。このように ICT を使ってバリアフリーの認知啓蒙を進めています。もう一つはユニバーサルツーリズムデスクというプロジェクトです。社会はコロナ対策によりあらゆる混雑状況のデータを必要としています。そこで僕たちは多目的トイレやエレベーターの有無や混雑状況のデータを作っています。このデータはあらゆるアプリやサイトで使われるようウィキデータに登録する活動をしています。